どうもジャジー K です。今回もオクトパストラベラーねやっていきましょう。で、今回がですねオフィリアの、第4章ね最終章をやっていければと思いますので早速やっていきましょう。でそこへの道のりねまずは宝箱とかもあるんで取っていきましょう。ただ前回のジョイジョブね取るときにこの辺来たんでだいたい宝箱の場所はねもうだいたい分かってます。実はまたせっかくなんで動画にしておこうかなという感じですね。頑張ります。槍が使えるのいいよねこれ。オフェンスダウンしてくるな。通常攻撃だけで弓使えるもんな。いや使える武器の幅がやっぱこんだけ多くなるとかなりいいですよね。それで、このね流星これがねいいです。結構3回行くんで結構強力な魔法なんでかなり使えるなと。闇を抜け私は愛を払い。いやだからほんまにねテリオンの消費が激しすぎるんすよ。金取る。適度にマジックダガー使わんと結構きついよな。で、こちらにもありますよね。出てくるね。行きます。金取る。やってくれるな。それではダガーが使えるね。覚悟はいい。そしてドシャブリア。負けません。流星。マルヒル。負けません。さらに流星。マルヒル。いいじゃないですか。闇を抜け。これちょっとマジックスピードをちょっと使って一気に回復しとかんとね。オールベリックがデベルアップ。あ、なんか変な手に来たな。猫名刺。なんのこっちゃでしょう。かかってます。いくぜ。クルタグラッチ。はいはいはい。負けません。下側で行きましょう。行くわよ。で、弓矢ね。行くぞ。で、土砂降り矢でブレイスを取っていくと。行くぞ。そして雷。まず上位色が強すぎるよな、ほんま。闇より我が愛を払い。それでは流星マルヒル撃て。せい。戦いはやはり苦手です。苦手って言いながらめっちゃ強いけどな。あれは上からか。
ちらから取ればいいんですかね。はい、復活オリーブ重要やな。いきなり死ぬ場合あるからな。冒険の騎士、押してまいる。それでは、どうしよう。こうやって属性が引く風光闇か。はいはい、マレフィック動け。行くわよ。闇夜の飛ばし、災いを払え。オーケーリンスネートリー。さて、やめ。行くぞ。そうだ、覚悟はいいか。おう、さあ、ようやく町に着きましたね。さて、ここに来た目的は、いや、それは1個でしょう。オフィリアの第4章、ウィスパーミューにたどり着いたオフィリア。聖火の種火を奪ったリアナを追いかけ、この村で彼女は救世主なるものと対すると。そうやそうや、親友に取られたんや。前回までのあらすじ。ゴールドショアでも実績を成し遂げたオフィリア、あとはフレイムグレイスに種火を持ち帰るのみとなった。そこに現れたリアナ、ヨーセフ大司教の吉報を伝えに来たという彼女を優しくなだめるオフィリアだったが、薬を盛られ、リアナと何者かに種火を奪われてしまうと。そうやったよ。本当にこの種火があれば、父様は生き返るんですか。その言葉信じていいのに。意識を失う中、覚えているのは何者かにそう語りかけられていた悲痛なリアナの声。早く追いかけてリアナを止めなければ。隠してウィスパーミルにたどり着いたかと。あの、お聞きしたいことがあるんですが。はい、聖火教会の神官、今忙しいんだ。すまないね。町ぐるみかこいつら。すみません、少しお尋ねしたいのですが。お、これから畑に行かないといけないんで後にして。冷たい。うん、あんた聖火教会の神官。はい、フィリアと申します。お伺いしたいことがあるんですが。この村に現れたという救世主と呼ばれる方をご存知ですか。無視か。いや、知らんね。完全町ぐるみやな。この町は平穏で何の問題もないよ。聖火教会の神官がやってきたって祈ってもらうことなんてないさ。そうですか。冷たい。皆さん、神官の私を避けているような。もう少し調べてみましょう。町ぐるみやなこれは。パーティーチャット。オフィリア、どいつもこいつも態度がよそよそしい。ここに救世主らがいるのは間違いなさそうだな。私たちを警戒しているのでしょうか。救世主様という方に近づけないよ。おそらくな。それにその救世主をかなり信じきっているよと。
人の心の隙に入り込むのが上手いやつに違いない。心の隙に。辛いことや不安なことがあると心に隙ができるもの。誰かに助けてほしいって救ってほしいとな、普通は信じないような話も信じてしまう。救世主やらもそうやって心の隙を利用したんだろう。まあ利用される方もされる方だかな。なるほどな。でも本当に大変だからこそ誰かに救いの手を差し伸べてほしい。そう思ってしまうのは当然のことだと思うのです。ならばなおさら彼らを助けないとな。はい、正論ですかね。うん、なんやこいつは誰も協力してくれへんや。酒場入ってくる。サイラスか。うん、無視やん。宝箱ある、ちょっと取っとこう。これはあれか、サブストーリーか。よろずや。お、モーニングスターたるものがありますね。他は全部ありそうな感じやな。うん、モーニングスター装備できるかな。お、できない。あ、オフィリアモーニングスターが最強でした。怪しいね。お、そこの神官様、お願いです、助けてください。どうされましたか。どうか、うちの子の具合が急に悪くなってしまって。お願いです、どうか息子を助けください。まあ、わかりました、なんとか力になれるよう努めてみます。すぐに案内してください。じゃあ、アーフェに連れてきた方がいいんじゃ。あ、ありがとうございます。こちらです。え？あの、息子さんどちらに？従者様。従者様、おっしゃった通り、神官の娘を連れてまいりました。ご苦労でした。救世主もお喜びになるでしょう。何？騙された。え？フィリア様、人を信じすぎるのはよくありませんよ。フィリア知ってんのか名前。あなたは罠にかかったのですから。え？ええ、救世主様からお連れがあったのです。種火を追って女の神官がやってくる。しかし彼女は人心を惑わす魔女なのでトライよと。おい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 、そんなはずは。魔女待ってください、話を聞いてください。お、マジか、牢屋か。ここは。おや、お目覚めですか、オフィリア様。あなたは誰。マティアスさん。あー、やっぱ怪しいと思ってた敵か。そうですね、もう隠す必要もないでしょう。こいつが救世主。ええ、私がこの村で救世主と呼ばれているものです。ではリアナに種火を奪わせたのも。はい、そう、私です。そんな。マティアスさん、どうしてあなたは。かつて神々はとある神を封じるため星の炎を大地に灯した。それが聖火教会の何だ、聖火。聖火教会の神官であるあなたには今更のお話でしょうが。では聖火の力が弱まればどうなるか。ほう。まさか封じられた神を蘇らせるつもりですか。マジかよ。勘弁してよ。いいえ、そこまで私は愚かではありません。はあ、じゃあ何すんの。聖火に封じられているガルデラは強大な魔法の力を持つ神です。
私が使うガルディアの魔法の力、それをさらに強力なものとするためです。はあ、魔法使い。おやめなさい。それは禁断の力です。だから神々やガルディアを封じたんです。人が手を出して良いものではありません。それを決めるのはあなたではない。私は力を得られればそれでいい。なんて人。人は皆そういうものですよ。この村の人もだってそうでした。はびこる病から村を救ってほしい、そんな願いを叶えてやったら、すぐに私を救世主と信じました。え、願いを叶えた。何あり。ええ、ガウディアの首都である私はその力の一端を使うことができるんです。え、もっとガウディアが封じられているため、最もガウデラが封じられているため力は制限されています。だからさらに強大な力を手に入れる。リアナの力を借りてる。マジ、リアナまで利用するのか。リアナもここにいるのですね。はい、もちろんです。彼女は大切な、神子神父ですから。え、神の子。どうやらおしゃべりが過ぎたようです。安心してください。おとなしくしていれば危険は加えません、危害は加えませんと。もしもの時のためにリアナの代わりも必要ですからね。させません。待ちなさい。パーティーチャット。オフィリア、こんな場所に美女たちを閉じ込めるなんて。やれやれ、飛んだ救世主もいたものね。ごめんなさいプレミアさん、私がもっとしっかりしていれば。あらオフィリア、あなたは悪くないわ。オフィリアの優しさを利用する方が悪いに決まってるもの。でも泣き言を言っても仕方ないよ。ここを出る方法を探しましょう。は、はい。プレミアさんはやっぱりお優しい方ですね。そしてフフ、あのペテン師に10倍にして返してやるのよ。いやいや、あ、またか。もう少し探索したい。なんかあるかな。何にもない。しばらく待とう。オフィリア。ん？その声は。お、リアナ。リアナ。大きな声を出さないで。ごめんなさいオフィリア、今ここから出してあげるから。リアナ、どうして。父様のためなの。父様は亡くなってしまった。でも巫女になれば必ず生き返るってあの人が教えてくれたの。巫女って読むか。何を言っているんですかリアナ、そんなことあるはずが。どうしてそんなこと言うの。ねえオフィリア、あなたは父様がいなくてもいいの。リアナ、父様がいてオフィリアがいて、みんなでお話ししたり笑い合ったり、それができなくなるのよ。あなたはそれでいいの。それはそうですが、でも亡くなった方は蘇りません。どうしてそんなこと言うの。オフィリア、そんなに冷たかったの。違います、違いますよリアナ。私も大司教様に生きていてほしい。でも死の門をおくぐりになった以上、それは無理なのです。それにあの人は封じられた神の力を使うと嫌な予感がするのです。それでも私は諦められない。きっと父様は帰ってくる。
そうすれば私たち家族も元通りよ。オフィリアも喜んでくれるでしょ。鍵は開けておくわ。見つからないうちに逃げて。あとは私に任せて。リアナ！開いたか。また村を見て回るって。どこやここ。あ、さっきのとこ上か。風車の使用量が元に戻ったわ。本当によかった。こないびきは風車がない大変だもんな。もっとさ、もっと作るわよ。ちょっと一回盗むの見るかな。あ、全部盗める。まあ、でも盗んで行って回んのはいいんだが、ここにリアナ様が救世主様のお導きで巫女となるそうですよ。よし、よかった。これで私たちの望みが叶うんだな。何や望み。救世主マティアさんの言うことを信じている人たちですね。何を話しているのでしょうか。でもしかし、よかったのかしら。式年法からの儀式をされている神官様を騙して捕まえるようなことをして。何言ってんだ。聖火を信じて救われたことがあったか。私たちが信じるのは救世主様だろう。そうだそうだ。救世主様は流行り病も収めてくださった。おう、あの方の言う通りにすれば救われるんだ。ああ、ああ、その通りだ。分かった。よし、じゃあみんなで村外れの洞窟に向かおうとするか。そこにリアたちが。なるほど、洞窟に向かうと。オルベリック、どうされましたか。オルベリックさん。オフィリア、いや、先ほどから胸騒ぎがしてる。胸騒ぎですか。ああ、だが何の根拠もない、ただの勘のようなものだ。だがこの感覚は過去にも幾度となく経験したことがある。大体が不吉なことが起こるときに感じるものでな。不吉なことですか。すまない、今一番不安なのはお前だったな。そう、そんな頭を上げてください。その胸騒ぎはリアナに関することですか。おそらくな。急ごうフィリア。はい、リアナ待ってて。なるほど、で洞窟に向かうねんな。どこやね、動物。こっちか。え、この人。ふん、あからさまにこれ洞窟やろな。なるほど、じゃあこっから多分ダンジョンを経て、ボスだと思いますんで、今回はこれぐらいにして終わりたいと思います。次回ボス戦ねやっていきましょう。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ツイッターもやってますのでフォローお願いいたします。ありがとうございました。